もともと大学生時代から8年間ぐらいですかね、この奥沢集落に通っていまして、地域おこしみたいなことを趣味でやってた中で、たまたまちょうど前の仕事も辞めようって思ってた時で時期が重なって協力隊の、応募があったので募集があったのでそれに応募しました。日々の本当に何気ない時間、なんか何気ない感動っていうのがすごく多くて、朝もやにいちいち感動したりとか、虹がそこら辺に降り立ってるのを見るって感動したりとか、本当自然面とかでよ、本当何気ない感動の連続っていうのが、来てよかったなと思います。この地域に信頼できる人っていうのを一人でも二人でも見つけること、作ること、役場職員、移住担当者の役場職員の方とかでもいいと思いますし、他に会いたい仲間とか協力隊仲間とかいればそういう人でもいいですし、もちろん地元住民の方でもいいですし、信頼できる人っていうのを一人でも二人でも見つけて、そういう人たちにもう甘えてしまうこと、面倒を見てもらうこと、自分一人じゃどうしてもできないことっていうのはいっぱいあるので、自分が甘えないと向こうからも甘えてもらえないし、といったことで、信頼できる人を見つけて甘えることっていうのが、アドバイスです。協力隊やってからもそうですし、協力隊やる前から、その、大学生たちとこの集落で地域おこし活動っていうのをやってて感じたっていうことは、一つは、なんか地域で面白いことをやってるとだんだん人っていうのは集まってくるんだなって、それが定住につながる場合もあれば、つながんないでその交流活動だけにとどまる場合もあるかもしれないですけれども、とにかく何かしら面白いことをやってればそれを見に来る人も増えますし、そこで活動してみたいっていう人が増えるっていうのは、本当にこの8年間で感じたので、とにかくまずアクションを起こすってことが大切だなと思いました。